10月4日、畑の様子です。さつまいも、スイートポテト。こちらは、ニガオリ。里芋です。こちらは、落花生。ピーナッツ。そしてこっちはナスビとニラです。中長ナスという品種です。美味しいよ。バジルです。サトイモとバジル、唐辛子、またバジルとインゲン豆、あちらにごぼうあります。そして奥に里芋、その手前いっぱいバジルがあって、そしてこの、 低い植物は落花生です。こちらは大豆と小豆です。ヤコンも今年元気です。今日巻いた大根です。ここは玉ねぎです。玉ねぎの苗です。まだちっちゃいです。奥にほうれん草、人参、小松菜、大根を巻きました。こちらはミニトマトです。サンゴールドという品種です。かなり甘いです。ヘチマ。でこちらはまたナスビです。ビクトリアとローズビアンカというとても美味しいピンクの色のナスビです。10月4日の畑の様子です。以上です。